中ネオタッキーです。先日はね、しっちゃかめっちゃかな内容のライブでしたけどね、ご視聴いただきありがとうございました。回線のね、状況がちょっと悪くて、一遍閉じるというね、ちょっと失態をやってしまいましたが、ちょっと初めてだったんでね、申し訳ない。では、今日の本題に入ってまいります。今日はね、こちらのカメラの紹介になります。これ、はい、これデミ S っていうね、キャノンのデミ S っていうね、ハーフカメラになりますね。はい、では動画本題に入っていこうと思います。はい、このキャノンデミ S なんですけどもね、キャノンミュージアムにね、記録が残っております。キャノンの古いカメラを紹介するときはね、すごく楽です。カメラミュージアム、キャノンのカメラミュージアムにね、データが残ってるんでね。発売時期がね、1964年、昭和39年9月。当時の価格がね、1万4000円でね、ケースが1200円。ストラップ、多分これね、このストラップがね、300円だったそうです。デミの上位機種、4群6枚構成による 30mmF1.7 の明るいレンズを採用した機種で、外装をアルミ合金のパール仕上げとした高級機、プログラム式シャッターはレンズの大口径化に伴い500分の1から8分の1秒、バルブと高速側に有利となったということですね。装着レンズと速光露出シャッター機構を除いてはデミに準じていたということですね。このデミ S なんですけど、これがデミですね。こいつの高級機ということになっていますね。これね、よく見たらね、セレン光のね、最高窓の大きさが違ったりとかね、出っ張りも全然違うんですね。なかなか細かい芸で、全く同じものと思ってたらね、微妙に違うんですよ。カメラの大きさは一緒っぽいですね。大きさは一緒っぽい。まあ同じような部品もたくさん使われているんですけども、何より特徴的なのがレンズですね。キャノンレンズ。SH30mmF1.7。これね、キャノンのね、ハーフカメラをよくご存知の方は、あれと思うんですね。あれがこれです。これ。これはね、デミ EE17 っていうね、カメラになります。これはね、後発の最高級機ですかね。ファインダーの中とかを見てもね、距離計がついてたりね、絞りの数値が出たりとかね、なかなかの高級機ではあります。これと同じレンズがついてるんですね。だから、言うたら、これと同じ写りをする、カメラになるんだと思います。主な仕様って言ったらね、シャッターは成功者、プログラム式のシャッターですね、フラッシュシンクロ接点式、30分の1以下で、M 級と F 級のバルブ同調が可能。ケプラー型実像ファインダー。倍率は 0.41 倍。視野率は 90% ということですね。レンズのフォーカシングリングによるゾーンフォーカスマーク式。ピント合わせはね、ゾーンフォーカスなんですよね。これがちょっと残念なところで。この初代デミはね、このレンズをね、直接、回して、ピントをね、合わせる必要があったんですけども、これはちょっと高級な感じになってね、ピント合わせはね、ここのね、ノブでやります。このノブでね、レンズが前後に動いて、ピントを合わせる形。これは、デミ EE17 も同じ感じになりますね。これちょっと壊れてるんですけどね、実は。作例をね、一応撮ってきたんですけどね、仕上がりがもう一つだったんですね、これがね。なんと申しますか、露出がね、ちょっと良くなくて、若干ね、デジタル的に補正を加えた形になります。
でね、まあ、雑踏とかでも撮ってきたんですけどもね、シャープネスに関して言っても、まあ、デミの初代、に比べると若干落ちます。レンズの性能としてはね、微妙ですね。ピント合わせも、開放 1.7 ということで、開放で撮るのは相当困難です。で、逆光にも強くありませんね。あんまりいい写りじゃないように感じますが、まあ、たくさん枚数が撮れてね、明るいレンズということで、まあ、使いようによってはね、まあ、いいんじゃないかなと思いますし、上手な人が撮れば、まあね、綺麗な、画質も、なんだろう。この最後のね、写真、最後の3枚目の写真はなかなかいい解像度になってますから、しっかり絞って、しっかりピントを合わせて撮れば、まあ見れる絵にはなるようですね。で、このカメラなんですけどもね、僕はね、これ、徳島のね、カメラの桜屋さんでね、2980円で購入してきました。まあ、相場は大体そんなもんになると思います。3000円前後ですね。まあ、ヤフオクでもそんなもんになるんじゃないかな。で、まあ、注意点としましては、やはりモルトですね。これね、なんていうんですか、この、光が侵入しやすい構造になってるんですね。ここのね、ファインダーのところが、カメラ、その、裏蓋の一部になってるんで、ここのモルトがしっかりしてないと、光線漏れが発生するような感じになりますね。あと、まあ、デミ初代と、その、同じようなボディということで、やはり、その、ここに当たりがあるのは致命的になります。僕のカメラ、このデミもそうなんですけど、ここに当たりがあるんですよ。でね、ここに当たりがあるとどうなるかって言ったら、フィルムのね、巻き戻しハンドルに抵抗ができるんですね。抵抗ができて、で、フィルムを巻き上げるときにね、もう、いかなく、フィルムが一級走できなくなるんですね。で、スプロケットがね、空回りして、細かぶりしたりね、そもそも全然フィルムが進まなかったりします。で、このカメラのジャンクをね、選ぶポイントはやはりここですね。ここに絶対当たりがあっちゃダメです。フィルムが進みません。でね、まあ、通常ね、のカメラは、フレーム、内部骨格があって、ほんで、外の皮があるんですけど、これはね、もうね、外側がね、全部ね、フレームの一部になってしまう、まあ、ハニカム構造っていうね、モノコック構造になるんです。だから変形したらもうね、結構致命的になるんですね。ハーフカメラということで、コンパクトカメラということでね、結構ね、煩雑に扱う人も多かったと思うんでね、落っことしてね、当たりがあるっていうね、ボディがすごく多くなっております。購入する際はまずそこがポイントですね。で、あとはセレンの劣化ですね。これね、このカメラは一応セレンは劣化しておりませんでね、メーターは動いておりました。メーターは動いておったんですけども、デミのね、初代と違うところは、フルマニュアル撮影が可能ということですね。このね、まあ、これデミなんですけど、これはね、初代デミなんですけど、これは露出系の針にね、露出、プログラム、手動プログラムの針を合わせるライトバリュー方式で、まあ、シャッタースピードが何分の1で絞りが何分の1かっていうのがはっきりわからないんですね。だからマニュアル露出がしにくいんですけども、こいつはフルマニュアル撮影が可能になります。このようにね、シャッタースピードはね、最速で500分の1秒。絞りを 1.7 から16までね、任意に選択できます。ちょっとね、ややこしい、ひっつきまっつきしてややこしい時もありますけど、まあ、おおむね使えます。これね、面白い構造になってまして、これわかるかな？シャッタースピードのね、60の下に赤いチョンがついてるんですよね。で、シャッタースピードはこの黒い縁のとこにあるマークで合わせるんですけども、絞りはこの60分の下にある赤いチョンで合わせるんですね。だからその、なんていうんですか、絞りの決定値を、決定値の場所が移動していくというちょっと面白い構造になっております。まあ、これしかね、多分ね、方法がなかったんでしょうね。で、完全に連動してね、デ
デミで初代デミと同じ方式になったりするんですけど、あれは元に戻らないな。どうやってやってるのかもう忘れてしまいました。まあ、これね、一応これもこのデミ初代と同じでこのライトバリュー式にできるんですけども、多分ねこの絞りのね、決定位置が移動するのはこの針に合わせるということでしょうね。そういうことになるんだと思います。この針の位置をその決定するためにこういう構造になったんだと思います。ちょっと説明が分かりにくいかな。なんと表現していいか分かんないんですけども。まあね、映りはね、まあそこそこです。光が十分ある場所でしっかり絞れば、絵はできます。ただね、絞り F1.7 というね、その明るいレンズを搭載しているメリットっていうのは損なわれてしまいますよね。だから僕はね、個人的にはこれよりもこの初代デミの方が使えると思います。結局絞んなきゃね、撮れないんだったら最初から明るいレンズがついてないこいつでいいじゃんって話になりますよね。相場もこっちの方が安いですしね。ただどちらもその当たりがあるのは、もう選べないということと、あとこの初代デミはもうね、セレンが死んでると結構しんどいカメラになりますんで、セレンが生きてるかどうかっていうのもね、ポイントですね。あと、ファインダーがね、曇りやすいのはね、どちらも同じみたいです。どちらもこれ曇ってますね。これわざわざね、プリズムにしてるんですよね。こんな高級なね、構造のね、ファインダーをこんなカメラに載せなくていいんですよ。これはね、これはデミ E1 なんですけど、これはね、逆ガリレオ式でね、非常にクリアですし、まあ、清掃もやりやすいね、ファインダーになっておりますんで、この逆ガリレオ式に素直にしてくれよって話ですけどね。まあ、多分ね、コンパクトにしたかったんで、これプリズムにしたんだとは思いますけどね。そんなわけで、この、E1 なのは随分でっかくなっちゃって、デミらしくないっていう人もいますけど。やっぱりね、選ぶんだったらこれがいいと思います。この初代デミがいいと思いますね。ポケットにもね、すっぽり入っちゃうんでね、このカメラね。とにかくね、もう携帯性が抜群に、初代デミの方が僕はおすすめしますね。まあ、好みは、分かれるんですけどね。これね、もうそのデミ S はレンズがでかいんで出っ張っちゃうんで、ポケットにね入りづらくなっちゃうんですよね。入らないことはないですけどね、本体がちっちゃいんでね。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じになります。まあね、結構ね、お金を出した割にはいまいちの写りでがっくりって感じだったんですけど、どうだったでしょうか。はい、ではここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、それではね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。トップバッターが山田くさんですね。刈谷パーキングエリアの観覧車ということで、タイトルは風車。カメラはヤシカ TL エレクトロ XITS。以前紹介したやつですよね。で、レンズはね、スーパータクマ 55mm の F1.8。フィルムはコダックのカラープラス200ですね。で、写真なんですけども、素晴らしい写りですね。これ、カラープラスでね、スーパータクマだとこんなに深い青が出るんですね。ちょっと流浄感は目立ちますけどね、この大胆な構図がまた素晴らしいです。ちょっとね、タイトル画面にしようかなと思ったんですけど、さらにすごい写真が入ってますんで、ちょっと山田くさん残念って感じですけど、今回もね、レベルが高いんですよね。山田くさんありがとうございます。では次はね、ドリームロコモーティブさんの作品になります。タイトルがレッグアートということでね、撮影場所は原宿です。知り合いが原宿で写真展を開催しており、原宿の街を散歩しながらスナップ撮影した際の一枚ですということで、カメラはね、リコー CX3 ハイコントラスト白黒モードで撮影ということなんですけども、いや、これはなかなかですね。このね、顔が映ってなくて足だけが見えてるっていうのがね、エロチズムをね、
ちょっとね引っ張り出しているというか醸し出しておりますね。この作品ですね、よくこれね撮る勇気もいると思うんですけども、まあ東京ですからね結構カメラ慣れしてる人たちも多いかもしれませんが、ちょっとねこの手の作品は初めて来ましたので、この写真をね撮って次回からタイトル画面にさせていただこうと思います。ドリームロクモティブさんありがとうございます。次がね井上ひじりさんの作品で、3枚組ですね。組写真、タイトルがバイクはダメよ、ここは生活密着のアンダーパスということで、カメラはねキヤノン EOS M2 メイケ、キヤノン EOS M2 でメイケ 35mmF1.7 というレンズが1枚目、2枚目と3枚目は、EOS KISS X7 EF-S55-250F4 から 5.6ISSTM で撮っておられますね。この3枚なんですけども、なんて言うんですか、パラパラ漫画っていうかね、ちょっと動画にしたような感じのね、組写真になっております。で、2枚目と3枚目がね、なかなかね、これ好きですね。特に3枚目のね、アンダーで撮ってある写真がね、すごく雰囲気が出ております。左右対称ということでね、セオリーもしっかり押さえてありますね。はい、井上ひじりさんありがとうございます。次がね、これはペンネームは MHR さんでいいですね。MHR さんの作品で、タイトルがね、1枚目が日向ぼっこ、2枚目がね、客待ちということですね。カメラが、なんだっけ、カメラがなんだっけ、カメラどこだ、どこだ。カメラがわかんないや。リコーシングレックス TLS に、オートヤシノン DX50mmF2 をつけて撮りました。アトムレンズで少し黄ばんでいますがモノクロでは何も影響なさそうですということですね。でねこれ2枚ともそうなんですけども、おそらくね応変したアトムレンズが影響して非常にコントラストが高い作品になっております。特に2枚目が好きですね。イエローフィルターってあるのをご存知かもしれませんけども、モノクロ写真はねイエローフィルターをかけるとコントラストが上がるんですね。でまあ応変したレンズはねそのイエローフィルだと似たような、効果が出ると考えられますので、これフィルムはねアクロス2ということなんですけどね。でアクロス2にしては、非常にハイコントラストな、写真になっております。応変レンズをねお持ちの方はね白黒はね、すごくね相性がいいんでねぜひ使っていただければと思います。はい、 MHR さんありがとうございます。最後はね落合さんの作品ですね。オリンパスの100-400で撮ったのですが、とてもよく映ったので皆さんに見てもらおうと思い投稿しますということですね。タイトルが週月精霊ってもんかな、月齢 18.7、2020年11月4日21時37分、オリンパス EM53、M 随行100-405.0から 6.3、でね今回ね、その非常にいつもね月の写真をね非常に綺麗にね撮っておられるのでデータを全部ね書いてあるので公開します。その写真にもね記載されておりますが、ISO800、レンズ焦点距離が 560mm F9.0、シャッタースピード 1/640手持ち、倒立像ということですね。南が上ということですね。落合さんね、天体写真がね、すごく得意ということで、これ本当にね、素晴らしくね、ディテールの高い、写真になっております。オリンパスのね、長玉を持っている方もね、ぜひね、これね、チャレンジしてはどうかなと思いますね。マイクロフォーサースなんで、フルサイズのね、2倍の長さで撮れるんで、まあ、640mm で撮ったということは、1380mm。これ、手持ち1/800秒。これ撮れるんですね。すごいですね。僕、月の写真とかまともに撮れたことがないんで、感心します。
はい、今日の作品紹介はこんな感じになってきますね。まだまだ待機者がね、10名近くおられるんですけどもね、どんどん新しい投稿が入ってきております。で、いつも言っておりますけどね、最近言っておりますけども、投稿のルール、は私の YouTube のチャンネルのね、概要欄の方に、書いてありますので、そちらを参考に、しっかり読んでから投稿をお願いします。はい、ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、佐賀 B28 直也さん、からの投稿ですね。俺のカメラ今回はプラカメ、おそらくペンタックス初の一眼レフではないカメラ、ペンタックス PC35AF オートロンです。手に入れたのは十数年前、プラカメでありながらよく映れそうなレンズで迷わず入手。カバーを開くとペンタックスらしい深い色のレコーティングのレンズが現れます。しかし実は持っていたことに気づいたのは数年前で、まだ試し撮りぐらいしかやってませんということですね。ボディ右のフラッシュ下はカーボン調のシートを貼っているということです。なかなかね、近未来的でかっこいいカメラですが、こう発売はやっぱり1980年代ぐらいなんですかね。どんな写りをするのかがちょっと見てみたいところです。また欲しいカメラが増えてしまいました。はい、俺のカメラのコーナーはこんな感じで、次はね、久々、うちの近所のカメラ屋さんコーナーになります。はい、うちの近所のカメラ屋さんコーナー、今日はね、私が取材してきました。たまにね、動画でもね、喋らせてもらってますけど、カメラの北島です。カメラの北島。北村じゃないですよ。北島です。徳島県のね、板野郡北島町の、北島町役場のね、すぐ近所で、やっておるお店なんですけどね。面白い大将はね、先日、お亡くなりになったということで、ちょっと残念だったんですけども、今はね、兄弟の方とそのお母さんの3人でやっておられるのかな、多分。でね、お店としてはね、コンビニのね、後に入ったような感じの建物に見えますけども、これは実はね、昔からこんな感じで、コンビニの跡地では、ありません。で、高速 DP ってなってますけども、1週間に1回しかね、現像機を回さないということでね、多分金曜日に現像するんじゃないかな。でね、一応ね、中古カメラもね、このように並んでおるんですけどもね、値札はついておりませんので、交渉次第だと思います。かなりマニアックなカメラもありまして、特に驚きなのがね、現場監督ですか？現場監督 WB。これ完全新品です。デッドストックですね。が置いてあります。これはね、プリントですね。銀塩プリント機で、こちらがね、現像機になるんですけど、これを使ってるところはもうほとんどないということですけども、フィルム現像の方のミニラボになりますね。どうしてもね、その、現像液っていうのは、38度ぐらいまで加温してからね、フィルムを現像するんですけども、現像液の特性上、温度を上げてるとすぐにダメになってしまうんで、フィルムをね、その頻繁に現像しないときはやっぱ温度を下げてね、液の劣化を防ぐということで、フィルム現像のね、発注がほとんど、その注文がほとんどない現状ではね、その1週間に1回しか現像できないのは、まあ、致し方ない、ところなのかもしれませんけども、現像がね、なんとね、1本590円で現像していただけるということで、今ね、その、他のお店はね、1本1000円ぐらいの現像になってきてるとこが多いんで、徳島という田舎でね、590円、まあ、税込みだと、649円ですか。で、現像してくれるというのは非常に安くなると思います。で、銀塩プリントもできますし、だからスマートフォンとかデジタルカメラから、
銀塩のプリントまで、銀塩プリントはね、いつでもできます。で、現像はね、1週間に、フィルム現像は1週間に1回しかできないんですけどね。でね、カメラにはね、全体的にその値札がついてませんけど、まあ、これは交渉次第でね、売ってもらえるんじゃないかと思いますし、ライカの多分 3F かな、1000分の1までシャッター速度があるライカも置いてありました。で、振動式エルマーが、ついてましたね。シャッタースピードはね、スローシャッターがちょっと粘ってた感じですけど、もう、外観はピカピカのね、ライカ3、多分 3F だと思うんですけど、ね、これちょっとライカ詳しくないんでわかんないんですけど、置いてありましたんでね、気になる方はね、訪問してね、交渉していただければね、購入できる可能性もあると思います。で、現場監督の、ね、新品っていうのはね、もう相当に、珍しいものになると思うんでね、よろしかったらね、まぁ、ちょっと高くなるかもしれませんけど、欲しい方はね、どうぞって感じですかね。はい、今日はね、カメラの北島の紹介でした。現像が非常に安くなっておりますので、近所の方でね、フィルム写真をやってる、方、カラーネガの現像が安いので、ぜひぜひね、現像の注文に行ってくださいませ。はい、今日の動画はこんな感じになります。でね、今週はもうネタがね、これで終わっちゃうんでね、まあ、次はもう来週になってしまうんですけども、おそらくね、リバーサルの現像は2本上がってきます。今そのカメラの北島さんにね、現像をお願いしておるんですけども、カメラの北島さんはどうやら、富士フィルムのね、サービスに出す、ということなんですけども、1週間で上がってこなかったんで、富士フィルムの方も高松のラボをもう閉鎖して、おそらく東京に集約してるんじゃないかなと、北村さんと同じ流れかもしれないですね。値段もおそらく同じぐらいになってくるんで、リバーサル36枚撮り2本現像で3000円を突破するものと見られます。まあ、予算がないんでね、まあ厳しいんですけど、まあまあしょうがないですね。現像、自分で E6 現像できないんで、リバーサルはもうお店に出すしかないんでね。はい、まあそんなわけで来週はね、リバーサルの、写真が上がってくると思います。カメラはね、EOS1NHS とね、ニコンの F90X を使用しております。あとね、なんだっけ、バビロン13か。バビロン13のフィルムでね、どこに置いた？どこに置いた？ OM2N でね、撮った写真がね、とりあえずね、写真は、撮り切ったんでね、現像で、うまく現像できればね、来週紹介していこうと思ってます。はい、今日の動画はここまで、最後まで見ていただきありがとうございました。高評価、コメント、どしどしよろしくお願いします。高評価はね、もうポチッと押すだけなんでね、今すぐ押していただければと思います。コメントはね、コメントがたくさん入れば入るほどね、動画がシェアされるようなので、ぜひぜひね、感じたこととか何でもいいですから、コメントをお願いします。あと、チャンネル登録の方ですけどもね、浅田家の動画、がちょっと落ち着いてね、チャンネル登録のスピードが鈍っておりまして、まあそれでも以前よりはね、20% 増しぐらいで、増えてはおるんですけどね、チャンネル登録ね、どしどしね、やっていただければ励みになりますんで、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。